台湾トヨタ通商の総経理の南部でございます。グリーンコールの監察人も兼務しております。今回のプロジェクトに関しましては、世界初のバイオポリエステルの、一貫工場ということで、我々台湾トヨタ通商としても全面的にバックアップしていきたいというふうに思っております。このプロジェクトに関しましては、ここにありますように、今年11月に台湾政府の方から少人数の金賞をいただき、表彰をいただきました。台湾政府としても非常にこのプロジェクトに期待しているということで、我々も頑張ってまいりたいと思います。またこの製品につきましては、世界各国にこの環境に優しいと、環境に優しいというところも含めて、どんどん販売していきたいというふうに思っておりますので、皆さんご協力よろしくお願いします。